こんにちは。今日は、お家にある材料でできる、シンプルな、カルボナーラを分かりやすく説明していきたいと思います。使う材料は、パスタですね、生クリーム、そして、ベーコン、今日はベーコン使ってますが、生ベーコンとかもし近くのスーパーがあればそちらでも美味しいかもしれないですね。あとニンニクと、卵で粉チーズと、大事なカルボナーラには欠かせない黒胡椒、ブラックペッパーですね。こちらを使って作っていきたいと思います。ニンニクカットしていきます。今日は4分の1ぐらい使うので、このぐらいですね。みじん切りにしていきます。ベーコンはだいたい5ミリ角ぐらいの拍子切りにしていきたいと思います。続いてカルボナーラのソースを作っていきたいと思います。卵黄ですね。で、そうしましたらここに生クリームですねと、粉チーズ、そして、ブラックペッパー、これはお好みになるんですが、ここでもちょっとだけ、このぐらいですね、3振りぐらい入れました。で、ここでしっかり混ぜていきます。はい、ですね。まず鍋にお湯を張っていただいて、お塩、大体、お湯の量に対して 0.8% ぐらいのお塩です。お吸い物とかと同じぐらいの塩分濃度にしていただければ良いかと思います。じゃあそうしましたらソースを作っていきたいと思います。中火ですね。中火で、ニンニク、はい、でそしてこうニンニクがちょっとシュワシュワシュワーとなり始めて、香りができましたら、ベーコンを入れていきます。でここも中火よりやや弱めといいますか、じっくりじっくりベーコンの油をこう引き出しながら炒めていきます。でよくカリカリになるまで炒めるっていうやり方もよく聞くんですが、生ベーコンとかだとカリカリになるぐらいまでしっかり油をこう引き出してあげた方がいいんですが、こういうベーコンはもう一度加熱処理されてまして、その加熱処理された段階でもう油が結構出ちゃってるので、そんなにカリカリまで攻めなくても大丈夫です。パスタを茹でていきます。で、必ずこうお湯が沸騰して沸いてるところに入れてください。今こちらのソースの方はもう今火を止めてます。お湯が沸きましたら、ここにパスタを入れていきます。お湯加減は、ちょうど表面がこうグラグラグラと、こういうふうに気泡がポコポコポコと出てる状態を維持してください。IH とかだとちょっと下が、このパスタの下が当たりやすく焦げ付きやすくなるので、一回こういう風にすくって鍋底からちょっと剥がしてあげてください。でパスタの茹で加減は袋とかにパッケージに書いてある茹で時間より、
まあ、1分ちょっと早めに揚げてください。アルデンテよりちょっと早めに揚げて、まあ、その後ソースと一緒に合わせて仕上げていきます。そうしましたらパスタが茹で上がる、まあ、1分ぐらい前になったら、まあ、もう一度こちらを温め始めます。温まったら、このパスタの茹で汁をこっちに入れて、まあ、油と乳化させてソースを作っていきます。まあ、火にかけながらこうやって揺すっていきます。そうするとこの液体がトローンと濃度を持ってくるので、まあ、そうしたらもう乳化状態入っています。で、そこまで来ましたら、一度味見をして、もうここで塩加減は、もうこの時に決めてしまいます。パスタの方にはもう塩味ついてるので、ソースの味はもうこの瞬間に決めておきます。はい、じゃあパスタ揚げていきます。ね、温めた状態で、パスタを落としていきます。でここで一回さっとソースを絡めて、最初に作っておいた卵黄ソースですね、これを落としていきます。でここでもし水分がちょっと少ないなって思ったら、茹で汁を足して伸ばしてあげてください。分かりづらいんですが、ソースにトローンと濃度がついているのが分かりますか、ね、ここですね、トローン、はい、こういう風に濃度がついたらもう完成です。完成です。